共同通信、国連が処理水批判と変更報道で大炎上。本日共同通信が国連処理水放出に深い有料、福島原発で特別報告者と題した記事を配信し、その中で国連のボイド特別報告者が、福島原発の処理水の放出について、汚染された水が海洋に放出されることで、日本国内外の人々の人権を 無視できなない危険ににさらすことになる海洋放出以外の選択肢もあると専門家は指摘しており今回の決定には失望させられたトリチウムは今後100年以上にわたり人間や環境を危険にさらす可能性がある海洋環境を保護するなどの国際的な義務の遵守を要請するといった主張をそのまま垂れ流してしまい現在批判が殺到しております。 そもそも今回の特別報告者の主張は国連の正式発表ではなく内容もほぼデマであり国連の方から来た人が何かを主張したくらいの意味合いしかございませんが共同通信はこういった主張を垂れ流すだけで主張にデマが含まれていることを一切説明しておりません 今回の処理水の放出については、世界中の原発などから当たり前にですね、放出されているものと同じであり、当然、様々な規定を守った上で放出が行われますので、このような主張はもう根本的に間違っていると言わざるを得ませんし、また、 トリチウムについては、半減期が12年であり、まあ、こちらごく簡単に説明すれば、12年経てば勝手に量が半分に減る物質でございますので、100年経てば256分の1、0.3%まで減少することになります。ですので、100年以上にわたって何かを危険にさらす可能性などございません。共同通信には、 今回の報道、まず、国連の主張ではなく、また、主張内容もデマだらけになっておりますので、今後はこのような変更報道、デマ報道を行わないようにしていただき、何らかの主張を紹介する際には、その主張について誤りがあれば、記事の中でしっかりと 形成する形で、今後は記事を配信していただくように。お願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。